世田谷区は今年区政80周年を迎えました。記念のイベントなども開催しお祝いをしました。今回の見せます世田谷は区政80周年を記念し、区の歩みや地域の魅力をお伝えします。こんにちは、世田谷調査隊隊員くんです。これはかつての世田谷区の風景。東京オリンピック開催を契機に道路整備が行われ、どんどん都市化していく様子がわかりますね。ますます発展を遂げる世田谷ですが、区内には長い歴史のある地域がたくさんあります。今回はそんな世田谷の歴史をテーマにナイススポットをご紹介します。世田谷の歴史を知るにはここ世田谷区立郷土資料館がうってつけです。世田谷の歴史というのはとても古くて、旧石器時代に遡ることができます。で、最も古い遺跡で言いますと瀬田遺跡などなんですけれども、2万3000年前の石器が出土しております。世田谷という文字が、文書の上で一番最初に見ることができますのが1376年に、吉良春家という人物が鶴岡八幡宮に寄進した寄進状から、見ることができます。世田谷といえばボロ市が有名ですよね。ボロ市は今から430年前の、この楽市奥手書きに起源があると言われております。で、当時はですね、1と6がつく六歳市が、行われてたんですけれども、江戸時代に入りましてその六歳市が衰退しまして、年の市という年に1回の市になります。で、扱われていたものが農機具であるとか、それからお正月用具が主だったと言われております。明治に入りますと江戸時代の太陰暦が太陽暦になった関係で、市の回数も12月とそれから旧暦の1月ということで、12月1月2回になります。で、その後、明治20年代からボロを扱う、お店が増えたことでボロ市という名前が広く一般に知られるようになったというわけです。平成19年に東京都の無形民俗文化財に指定されました。ここは歴史ある町並み、烏山寺町。この地域だけでなんと20以上もの寺院が集まっています。どうしてそんなに寺院が集まっているんだろう。実は大正12年に起きた関東大震災の時、被災した浅草や築地、深川などの寺院がこの地に移ってきたのがこの町のできたきっかけです。この辺りは当時すすきと雑木林に覆われていましたが、現在は寺町としての独特の雰囲気を味わうことのできる町並みを楽しめます。ここ羽根木公園は梅祭りで有名な公園。毎年2月頃開催される世田谷梅祭りには30万人以上の人が訪れます。ここはかつて笹の生い茂る丘で根津山や六郎寺山と呼ばれていましたが、昭和42年区議会議員に選出された記念に55本の梅が植えられたことに始まり、今日までにおよそ10回の植樹が行われ約650本もの梅林となりました。品種は紅白合わせて60種類以上あります。続いての歴史はこちら、東京オリンピックの競技場の一つとして作られた駒沢オリンピック公園。東京オリンピックではサッカー、ホッケー、
レスリング、バレーボールの4種目の会場となりました。東洋の魔女と呼ばれたバレーボール女子が金メダルを獲得したのはこの駒沢屋内球技場。ところでこの公園、オリンピック前はというと、戦前はゴルフ場、戦後はプロ野球の本拠地として使われていました。現在は多くの方々が気軽にスポーツを楽しむ場となっています。世田谷区内ではこのほかに馬事公園が馬術競技のオリンピックの競技場となりました。多くの都民のレクリエーションの場となっている砧公園も、戦後は都営のゴルフ場として開放されていました。昭和32年に開園、昭和61年には園内に世田谷美術館も開館し、緑と芸術を楽しめる場所として親しまれています。続いてはこちら、緑道にも歴史あり。町の都市化に伴い農業用水として役目を終えた中小河川に下水管を入れて蓋を閉じるなど埋め立てが進みました。世田谷区では昭和47年以降、その上部を有効利用する方法として緑道の造成に力を入れてきました。緑道は自然を取り戻すとともに、歩行者の安全と緊急避難道路の確保なども目的とされています。平成24年4月現在で区内には16カ所、面積15ヘクタールの緑道が完成しています。東急大井町線等々力駅、駅からほど近い場所にあるここは都内唯一の渓谷、等々力渓谷です。矢沢川が多摩川に合流する手前で、長い間の浸食によりできたおよそ1キロにわたる渓谷。昭和30年代頃から景観の保持活動が始まり、現在も昔のままの姿をとどめています。多摩川が10万年以上の歳月をかけ大地を削り取ってできたのが国分寺外線です。国分寺外線は高さ10から20メートルの斜面で、区内では多摩川と野川に沿いおよそ8キロ続きます。区内にあるおよそ100カ所の湧き水のうち8割は国分寺外線に存在します。中でも成城三丁目緑地の湧水量は年平均で毎秒 1.5 リットルと豊富です。また外線沿いには野毛大塚古墳や上野毛稲荷塚古墳、御嶽山古墳など多くの古墳が点在しています。太古の昔から川が人々の暮らしと密接に関係していたことが分かります。豊かな自然と文化、歴史に彩られた世田谷区。区政80周年を機に、世田谷区では今後に向けた新たな区の基本構想策定を進めています。おかげさまで世田谷区は昨年80周年という大変大きな節目を迎えました。でこれから20年ですね、どんな世田谷区にしていこうかということで、世田谷区の基本的な構想、これは基本構想と言いますが、ビジョン作りを一生懸命やっています。この中で、大震災がありました。災害に対する備え、しっかりということで、地域コミュニティをしっかり再生させようということが一つ、それから、高齢者の多い町にこれからなってきます。高齢社会をしっかり支える福祉文化都市、しかも地域のあちこちにネットワークがあるよと、こんな町にしていきたい。そして世田谷区はたくさんの子どもが生まれてくる町になっています。子どもたちが未来の社会を中軸で支えるわけですから、今このビジョン作りにもですね、加わってもらっています。この春には、世田谷区が20年後これだけいい町にしていこうというビジョンを区民の皆さんと一緒にこう練り上げて出していきたいと思っています。見せます世田谷、いかがでしたか。皆さんも世田谷区の素敵な場所訪ねてみませんか。ではまたお会いしましょう。